はい、こんにちは、佐々木ひかるです。今回もバーガー実況を始めていきましょうということで、前回でめちゃくちゃすごいバーガーね、これザ・マンジ7020円という化け物バーガー作りましたけれども、まあ、バーガーが一枠空いているのと、そう、ドリンクメニューとね、デザートメニューが一つずつ空いてしまいましたんで、まあ、この辺も開発しつつ、5つ星に向けて、まあ、人を開拓したり、お客さんね、市場に金をばらまいたり、いろいろやっていこうというわけでございますと。うわ、新規店、そういえばオープンできるけど、これすごいとこ空いてんの。これ7000万だって、ここ。最大サイズだと1億。ただ1億とか稼げられるようになんの我々。これは600万。まあ、で、これ1200万。結構空いてますね。まあ、とりあえず5つ星目指していくのもありなのかな。というわけで、まあ、仕入れが完了。あ、で、研究に動きがあって、そうそう、お米バンズもこれで仕入れられるようになりましたっつって。あ、で、オリーブ、これ新しい食材ですね。オリーブ、ゲッチュー。で、もう一人も帰ってきて、こっちは目新しいのはないかな。じゃあちょっとドリンクメニューとね、デザートメニューが、足りとらんので入れていこうかな。で、デザートですよ、デザート。あ、で、デザートも、一段追加でごじゃいやしゅう。あ、さらにもう一段？あれ、なんか、あれ ?4 段になったデザート。マジ？これもう、夢じゃん。夢の4段じゃん。これちょっといろんな可能性秘めてるんじゃない？あ、エッグタルトはエッグタルトで終わりなんだ。カットイチゴにクッキー乗せて、いちごクッキーに、あとクリームか。やっぱりクリーム、なんでもクリームなんだよな。クリームなんですよ。何でもクリームなんですよ。そう、何でもクリーム。あとね、あと一個なんかピースが足りないのはクリームなんですよ。だから早くクリームを仕入れられるようにしたいな。まあでも今回のメインはこれじゃ、プリン。じゃん、カッププリン。いや、できっとこれあれでしょ、クリームでしょ、どうせ。いや、クリームだよね。スノプリンか、スプリンか、まあいっか。カッププリンか。でも可愛さ全開、プリンタソ。うん、もうね、プリンは可愛い存在だから、もうプリンタソなんですよ。プリンタソなんだよな。うん、ドリンクね、ちょっともうね、ドリンクはもう実際もうなんかもうやりきった感あって、特になんもないんだよな。もう今なんだろう、作れるパターンは全部やっちゃったんですよね。じゃあちょっとこう、パセリを煎じたパセリお茶、パセリ茶を出そうか。うん、これはもう俺嘘つかないから、うん、もうパセリ茶ですよ。パセリ茶、こんなものはね、うん、パセリ茶、うん、パセリ、あ、ちょっと待って、パセリ、ちょっと可愛さ出していこう。うん、パセリ茶。パセリッチャにするもん。うん。良い組み合わせですね、つって。OK、パセリッチャ。で、過ごしてるうちに、じゃあ、金ばらまき行こうか。あ、コンテスト。あ、ちょっと待って、このコンテストは俺、いよいよいけると思ってんすよ。うん。だけど、このね、ベテラン店員とかもきつい、きついけど、前回敗退したこのバーガー上級。これ、見事に敗退しましたけど、今のこのザ・マンジ、ああ、1700あるから、これは絶対勝てるはず。ああ、雪辱戦ですよ。ああ、全国のバカの素晴らしさを競い合うコンテスト、早速審査に参りましょう。なかなかつぶらざりの商品が並びます。審査員による厳正な審査が終了しました。これから投票に移ります。さあ、投票結果、集計結果出ました。さあ、結果発表です。良いバーガーサーハル、ウェンズデイ2位はポンポン1、よっしゃ、雪辱戦。いや、でも鼻差だね、鼻差、頭差か。うわ、危ねえ。これ1700ポイントあってもこうなんだ。でもバーガー上級だからな、バーガーマスタークラスとかあんのかな。せんべい。何に使えというんだ、せんべいを。500万、550万、ありがとうございます。いや、ありがたい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 。で、
待って、とりあえずまず開発が終了したのでパセリッチャー、ありがとうございます。で、プリン多層こんな普通のプリンをね740円で販売する店ですから我が店は。はい。で、くまぽん帰ってきまして、で前回でねキク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 バーガー販売終了いたしましたんで、そのねやっぱりあのねキクキクバーガー本当世の中にねこのバーガー界に激震走ったじゃないですか。キクを6個挟むっていうね、やっぱりその系譜はやっぱり僕受け継いでいきたいと思うんで、あの系譜でいきます。結構この持て余してる食材にこのクッキーがございましてね、クッキー当然このクッキーならばケーキバンズとの相性激ヤバ。あの白バンズとかでも結構いいんだね。いやでもケーキバンズも言うてそんな使う機会ないから、じゃこのケーキバンズにいやもう皆さんご想像の通りですよ。あ、プリンも挟める。いや、俺ね、これ、キクキクが残していったもの。マクドナノレド、我がマクドナノレドに、キクキクバーガーが置いてったものっていうのは、やっぱり、マイノリティを大事にしていきたいっていう、その、尖った要求、尖った欲望、そういうのにも、やっぱり対応していきたい。そう思ってるんですよ。これね。え、でも、これ結構すごくない？うまみポイント678って、下手なバーガーよりうまいんじゃないかっていう。甘み153っていうね。甘さの塊ね。いや、もうこれなんぼソースとかいらないでしょ。これにマヨネーズかけてどうするんだって気もするので。あ、おしゃれな塩とかちょっとかけてみたい気もするが。いや、もうこれはもうこのままでいいですよ。うん。ケーキバンズにクッキーが大量に挟まったサンド。おい、舐めてんだろ。いや、もうこれでいいんですよ。うん。これでいいの。いや、もうここは楽園です。クッキー好きの楽園。クッキーパラダイス！はい、というわけでね。はい、というわけでね。じゃあ、市場にお金をばらまいていきましょうか。精肉店とかにしようかな。じゃあばらまいてまいりましょう。よし、55円、お礼にこんなものっつって、うわ、ステーキ、一応言っとこうか、ステーキ。じゃあ客をね、開拓していこうかつっても、結構もうほとんどの町で全員みっけ状態だから、あ、いたこの辺はまだいるんだね。野菜中心の生活を送っておりますってことで、ベジタリアンですね。ベジタリアンみてえなやつにはこれ、肉とメンチカツも乗ってるけれども十分な野菜の量も取れるこのバーガーですよ。どれどれっつって、はい、一撃。お、忍者？じゃあ赤ずきんちゃうか。忍者っつって、赤ずきん、たまには違う色も被りたいっつって。赤ずきんちゃんという名前を付けられたがゆえに、赤いずきんを常にかばらなきゃいけないというカルマにね支配されてるんですよね、彼女は。おばあ様に持っていくケーキの代わりになるものを探していましたが、これなら喜んでもらえそうです。自信はありませんが、次はうっかり食べないように気をつけます。ではまた。おばあちゃんの顎が外れてしまう、こんなでっかいバーガー。 OK、 赤ずきんちゃんゲッチュでございましょう。もうこれで健やか町の住民は全員発見。で、これシークレットが出てくるんですよね。55番。いや、このシークレット、シークレット、今捕まえちゃう。ポリ出て、シークレット行っちゃった。捕まえられなかった。次ちょっとシークレット行こうよ。うわ、過去最高の収益をさらに超えて600万ですよ。売り上げ。あ、チーズ祭りフェスティバル、ゲロ売れ。お、あ、社員が旅行に行きたくてそわそわしております。高いんだよ旅行。いや、俺もさ別にケチいわけじゃないんだよ。いや、でもやっぱり今金使うべきはそこじゃねえかなっつって、思っちゃったりしてさ、申し訳ないけどね。生かしてやりたい気持ちはあるんだけど、どうしてもね。
今はさ市場に金をばらまきたいからさ申し訳ないな。というわけで開発終了、きたクッキーパラダイス、クッキーパラできた。いやもう顎が外れるっていうかさ、なんつうのもう、しかも口の中の水分全部持ってくるよこれ。 OK クッキーパラダイス。いやでもうまみ1000ポイント超えてますからね。舐め腐ったバーガーだな。いやでもこういう尖った感覚って大事だと思うんで、うん、やっぱり甘いもの好きのね、ポリンちゃん、ダンス女子部員、看護師さん、マーメイドさんにぜひ食べてもらおう。いやちょっと待って、なんかこの子たちに頼りすぎ。お、100点 !100 点 !100 点！いや、こいつら前もそうだったけど、この甘いバーガーに目がないんだよ、こいつら。オーケー、ごちそうさまつって、クキパラ大好きです、看護師さんも。お、400点です。ありがとうございます。いや、もうね、ぜひ、ぜひ食べていただきたい。で、すこやかタウンにシークレット出てきて、こいつだな。うん、大阪でお好み焼きを食べ損ねました。何のアピールだよ。お好み焼きなんてねえよ。クキパラどう？わー、味の好みのうるさいやつ。あ、星クキパラだと20丸が3つ。やっぱこれかな、まんじ。1234つつきますね。いやでもこれ2撃だろうな。あ、これも4つか。1234、うん、やっぱりまんじですかね。まあ、これ一撃は無理だったとしても、二撃でいけれるでしょ。まあ、70ぐらいはいくんじゃないですかね。あ、51！ マジ？え、辛口じゃん。これ下手したら三撃いかなきゃダメじゃん。あ、そう。まあ、自信なくなってきちゃったじゃん。まあ、時点はこれかな。チーズ祭りフェスティバル。いけるかな？ 49 ポイントいけるかな？あー、ギリ。え、ウサギ、ウサミ、ウサオ。1時間交代制のアルバイト。夢がないこと言うな、ウサギさんじゃないの。ゆるキャラグランプリか何か出ていた人じゃないの。着ぐるみ越しに良い香りがしたので、着ぐるみ言うな。ウサギのままでいてくれ。思わず駆けつけてしまいました。ペコペコのがガツンとくる味でした。美味しかったので次のバイトの子にも教えてあげよう。またウサギが来ても僕じゃないかもしれないのでよろしくっつって。ありがとう。お、300万。あ、これで、この町健やかタウンでしたっけ、もう全員ミッケですね。ありがとうございます。よし、金も増えてきたのでさらに、金ばらまき精肉市場ですね。で牧場、いやこの牧場に融資をして、とにかくクリームをさ仕入れられるようになりたいんだよね。やっぱクリームあるないのじゃ全然可能性が違うから。あ、でもこれあれなんですよね、見てると50ポイント、融資50までいってもなんか新しいものは燃えてもなんか仕入れられるものが増えるパターンじゃないんで、まあ、今回もなんか、はいどうぞ、お礼にどうぞっつってなんかね、なけなしの食材をさ2個ほどくれて終わりみたいなパターンな気がするけど、いかがでしょうか。で53ポイントでお礼に、はい、あ、うお厚めのチーズ、このチーズ好きの心をくすぐる商品をよこしやがって、楽しみだな。嬉しい、嬉しがる俺。よし、またお金が貯まってきたので、最後ですね、青果市場、あれ青果市場だった、うん、ここにまた金をばらばいていきましょう。八百屋さん、お、なんか増えた。え、今のトマトじゃね、マジで。え、マジでトマトはちょっともうバーガーショップとしてはさめちゃくちゃ嬉しいじゃん。うわ、トマト来たか。いよいよトマトは待ってました。よし、これでわ、ギリギリ60万しかね、これで50ポイントでなんかお礼にくださいっつって、アボガド、おい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 、マジかよマジかよマジかよ。マジかよ、トマト来た、トマト。いや今までなぜなかったという。なぜトマトがなかったのかっていう話ですよ。
うわ、これトマトは嬉しいね。これまたちょっと幅が広がるよね、トマト。いや嬉しい。いやー、ちょっといい感じだな。ハートも持て余してるし、あと新しい客を開拓したいけど、ちょっともう終わりか。まあ一日終わってね、まあいいでしょう。よし、営業終了。うわー、今月も素晴らしい売り上げですよ。もうすぐで1000、あ、もう1000万いくじゃない、900万。うわー、やっぱチーズ祭りフェスティバル。今クッキーパラダイス3位に入ってた。そんな売れんの、なんだかウキウキした。あ、クリスマスシーズンたくさん人が来てくる。そう、いいですね。よっしゃ、客引きやっていこうか。あと5号店周り。あ、いたいたいた、26番。待て、お前だ。味わい深いバーガーが食べたいわ。女性ですね。食べたいわ、つって。いや、もうこれどう？めちゃくちゃ味わい深いけど、クッキーパラダイス。俺、多分ね、一撃でいける気がするんですよね、クッキーパラ。どう？はい、どう？パン。はい、お、なんか、高貴な感じ。今は亡き、エリザベス女王を彷彿とさせる、ワントーンコーデ。キャビアを冷蔵庫に常備。いや、ちょっと金持ちに対しての偏見がひどいな。これなんていうの、これ優越、勇敢マダムかな。私ファーストフードなんてくだらないと思っておりましたが、いやはやお上品な味だこと。まだまだ隠している親父がありそうですわね、買わせてもらいますわよ、つって。いやケーキパンツにクッキーを6枚挟んだ暴力的な味に対して味わい深いって、舌どうなってんだよ。なんかごちそうばっかり食いすぎて舌バカになったんじゃねえの。ありがとうございます。まあいいでしょう。お、来たね、ベーグル。ベーグルいいなー。ベーグル美味しいよねー。ベーグル美味しいよねー、つって。いや、ベーグル美味しいよねー。好きなんですよ、もっちり。でさ、腹持ちいいじゃん、ベーグルって。何の話だって感じだけど。好きなんですよ。なんか結局もちもち食感で、なんて結局いっぱい噛まなきゃいけないでしょ。だからなんか満腹感があってさ、だからもうなんかベーグル1個食ったらもういいやみたいになっちゃって、うん、なんか変に食べ過ぎない感じが、結局ね、最終的に食べ過ぎない感じになって好きだね。なぜベーグルが好きな理由よ。味が好きとかじゃないからね。おお、警備員さん、四六時中頑張ってちょうだいということで、ああ、もうこんなん何ぼあってもいいんで、ありがとうございます。わあ、来た、トマト。嬉しい。でもこの トマトなんか、色合いがさ、ドライトマトみたいな色だね。あんまり赤々としてないというか、くすんだ赤って感じだね。シール行ってもらいましょう。よし、金も貯まってきたんで、最後の、金ばらまきね。最後は果物屋さんですね。果実店。で、ここに、またばらまいていきましょう。よし、55円。オッケー。で、お礼にこんなもん、パインパインつって、このパインも結構なんかいろんな可能性秘めてそうだな。パインジュースとかもなんか起こりえそうだし、あるいは何、デザートメニューでもいけそうですよね。おい、マジかよ。で、かなり難しい。いやー、そろそろクリアしたい15段。くまポン頑張ってくれ。これなんかコツがよくわかんないんだよね。はいはい、この足が速いうちにいっぱい取っといた方がいいのかな。いいよ。お、なんか序盤いいな、ペースいいね。あ、もう追いつけなくなった。この辺で、オッケー。この辺でうろうろしてればいいのかな。あ、え、あ、いや、操作ミス。え、オッケー。あ、真ん中いけない。この辺でうろうろして、いつでもいけるように。あ、こういう感じ。うろうろして、うろ、あ、真ん中。あ、下手。あ、危ない。オッケー。あ、真ん中、オッケー。うろうろして、うろうろ。真ん中、オッケー。うろうろして。あ、せんべい、あ、ちょ。はい。あ、真ん中、あ、いや、これ、いや、下手くそ。オッケーよ。でこれ、初クリア見えてきたんじゃない？初クリア見えてきたんじゃない？
初クリア見えてきたんじゃない？ここ。あ、真ん中、あ、ちくしょう。いいよ。どう？これいったでしょ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 ？マジかよ！マジかよ！ええー？マジかよ。本気の悔しがり。マジかよ。一向にクリアできんよ。マジかよ。ああ、と言いつつも、なんだかんだですごくない？お客さんも30人見っけて、市場の有効度も全部クリア。で、30種類以上の組み合わせとか、あともう店舗、2つ店舗をね、上げれば5つ星ですわ。いよいよお金を貯めて、7号店ですね。のオープンをちょっと目指していこうか。うわー、レモンスカッシュ感覚。これ売れたね。じゃ女子に土下座バーガー1400個。過去最高の売り上げ個数じゃないこれ。あー、女子受けバーガーの系譜もちょっと狙っていきたいですね。あ、で、年間スコア。発表でございます。でん！前回 C ランクぐらいだったんですよね。47万点。うん、今、いや、何回も言うけど、この点数がいいのか悪いのかよくわからない。まだ C ランクか。50万。ありがとうございます。A ランクってまだまだなのかな？まあでも、すごい売り上げ叩き出してますね。まあ、1300万ですわ。もう、名実ともに。いやー、女子に土下座ありがとうございました。あ、今年もよろしくお願いいたします。じゃあちょっと女子に土下座バーガーの系譜だね。ちょっとそこに新たなちょっとバーガーを投入していこうか。そろそろ。うん。で、あの、ドリンクメニューもね、ちょっと増やしていこうかな。あ、トマトいっぱい持ってきて帰ってきてくれた。ほんでもって、ドリンクが1個枠が空いちょりますんで、っていうことで。うわ、パインあるじゃん。あ、トマトもあるじゃん。へえ。あと大体見たかな。まずトマト。まあ、これは当然トマトスープになるんだ。トマトジュースじゃなくて。トマトスープにウインナー入れて。あ、ミネストレ、ウインナー入れたらミネストローになるの。いやいや、マカロニは？あ、でもトマトスープよりはミネストローでの方がちょっと魅力的だな。で、パインは？まあ、当然パインジュースですよね。あ、誰か。パインフロートの景色か。じゃあいいわ。じゃあいいわ、じゃあいい。それなら、もう、ミネっちゃおう。ミネっていこう。ミネるまで。よし、これでいこう。はい、ミネフジコっていうね。ミネストローネのミネフジコさんということで、これ提供していきましょう。いや、もう、自分で笑っちゃってっからね。ミネ・フジコね、うん、いや、まあいいと思いますよ、うん、出発と。で、新しい女子受けバーガーはね、やっぱりクマポンに作ってもらいたいので、クマポン待ちますか。よし、でミネ・フジコ完成。 OK。 面白いよね、ミネ・フジコね、うん、まあいいんじゃないですかね。よし、でクマポン帰ってまいりました。ありがとうございます。よし、じゃあちょっとね、女子に土下座バーガー、まあその女子受けを狙ってきたこの系譜をやっぱり、引き継いでいきたいということで、まあやっぱり今回新登場このベーグルさん、いや、すごい香りポイントがもうベーグルだけで100超えですよ。じゃあこのベーグルを使ってちょっと女子に受けていくものをちょっと作っていきたいなっていう感じで、で今回ほらやっぱりトマトとか増えてるんで、うん、でちょっと僕的にはやっぱりこのアボカド？うわ、女子受け。うん。で、あともう一つ、これ、オリーブ。いや、女子受け。うん。こういうね、紅生姜。女子受け。いや、どっちかというと、おっさん受けだろ。うわ、ステーキとかもある。いや、でも、ちょっとステーキは女子受け感ないか。あとこれ、厚めのチーズとかも手に入ったんだよね。ちょっと、この、女子受けバーガーを、じゃあちょっと、作っていこうかな。で、やっぱトマトでしょ。だってもう全ての女子が好きでしょ、トマト。偏見がひどいわ。、うん、でこうオリーブなんてね、こうちょこんとこう
こう載せましてね。いや、もういいじゃん。うん。で、あとは、うわ、パセリを。パセリをパラッと乗せてさ、添えて、うん。いや、こうなってくるとやっぱり生ハムとの相性いいよね。どう考えてもこの組み合わせ。ああ、いいじゃん、いいじゃん。ほんで、あとは何がいいかな。うわ、ちょ、チーズの上がり幅、半端ない。マジ、厚めのチーズを乗せまして。うん。白いチーズも乗せまして。はい。ああ、普通のチーズ、3種のチーズ。どうしようかな。ここにチーズ三連撃も、まあ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 いいけれども、いや、やっぱアボガドでしょ。やっぱアボガドでしょ。ああ。なんかペラペラしたもんばっかりだな。でもペラペラしたもんばっかだな。これちょっと順番難しいな。これ何、何が一番下がいいの？え、これむずない？まあまあ、一番下に生ハム敷いて、いや、これあえて一番この厚めのチーズを一番下に引きまして、その上にトマトとアボガド、あー、いいかもしれないよ。で、オリーブはちょっとこうトマトと一緒に食べたい感じがするんで、でチーズ、パセリか、まあ、パセリは一番上にちょこんとって感じで、あ、ちょっといいんじゃない。え、これえ、ちょっとこれなんかいいの来たんじゃない。いや、これちょっと特製ドレッシングでちょっといただきましょうよ。たら、うわ、おしゃれ、おしゃれ。え、もうこんなん、もうおしゃれ女子たちのマストアイテムじゃん。いや、もうおしゃれ女子たちの最終地点ですよ、ここが。そして女子はたどり着いた。最終的にはやっぱりここにたどり着くんだよな、おしゃれ女子たちは。最終的にはね、ついちゃうんですよ。もう何とも言えない、僕自身も、僕自身も何とも言えない気分です、皆さんと同じように。まあ、言うてでもうまいバーガーは作れたと自負しておりますよ。開発を待ちましょう。おお、静電実業家ローランド、人生とは三つどもえ。マクドナルドさんのバーガーを食べていると、そんな言葉が浮かんできます。3つまで絞りましたが、まだどれを食べるか決められない魅力的メニューと人して罪ですね。日頃の俺にこちらをどうぞ。なんかローランドっぽいことは言わないんだよな。名言風なことは言っても名言を言わないっていうね。急なディスやめろ。で、ポイントありがとうございます。いや、これはかなり良いと思います。いや、普通にうまそうだもんな。いや、うまいと思うよ。うん、ヘルシーだしね。チーズも入って濃厚さもあって、5000円超え、きた、5570円。いや、うまいって、普通に。じゃあちょっと、いつもの女子たちにはあまり好評じゃない。あ、そうなの。ベーグルあんま好きじゃない、もしかして。あ、そう。じゃあちょっとせっかくなんで、この特別キャラクターたち、宇佐美宇さんを、そしてアラブの国王、レスラー、そして勇敢マダムにおすすめしていこうか。この口うるさいこいつらに。どう、どう。おお、100点、おお、100点。おい、空気読め、エリザベス。おい、みんな美味しいっつってんだよ。しかもお前84点もはや神って、どっちだよ。もうほら、アラブの国王も大好きなんだから。まあ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 、いっか。ありがとうございます。え、ポイントはいくつだったんだろう。飛ばしちゃってね、これ。え、ちょっと待って、これ2000いってない？合計ポイント。
アルティメット超えて、アルティメット超えてない、これがナンバーワンバーガーになっちゃったじゃん。いやもうこういうことなんだよな。別に、ね、肉をいっぱい重ねなくてもいいんですよ。万字だって1700ぐらいでしょ。万字超えよ。うわ、めっちゃ、これやっぱりなんか女子シリーズは結構やっぱ売れるんだよな。女子シリーズは売れるんですよ。ちょっとタペストリーに載せていこう。これ多分ね、空いてるタペストリーあるんだよな。あ、ないあ、なかったわ。うん、なかった。じゃあいいや。あ、揚げ物新世界1500個、これ過去一更新だね。売れたな。これも終わりか。めっちゃ売り上げ伸びてる。1700万。売り上げだけはすごいからね。そっか、じゃあ揚げ物バーガーの系譜もちょっと紡いでいきたいかな。あ、1個開いちゃった。あ、で新しいお客さん出てきました。5号店ですね。じゃあちょっとあのこれ、そして女子はたどり着いたを設定しておきましょう。開いたところにはね、うん、あいつわけでもう盤石の売り上げをもうね持ってきて、レシピも強力なレシピたちによってどんどん売り上げ伸ばしておりますね。お金も増えてきたんで、次回あたりちょっと新規店舗7号店を、うん、オープンできたらななんつって思いますし、そろそろ5つ星、バーガーショップも見えてきたんじゃないかなということで、今後も楽しみでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お会いいたしましょう。また次回もバーガー実況でお会いしましょう。またね、バイビー。